光ってんね。やっほー、大西でーす。こんばんは。こんばんは。ということで髪切りました。もうファンクラブとか X にも何気なくちらっと載せたんですけど、髪切ってから初めての配信です。かわいい髪切っちゃいました。伸ばそうと思ってたんですけど耐えきれませんでした。じゃあね、そう、ちょっと本来ならね伸ばしていく予定のものだったんですが、なんか急にそのスイッチが切れて、切っちゃえってなって切っちゃいました。そうなの。でもなんか元通りに戻そうかと思ったんですよ。AKB やってた時みたいな、あのなんていうの、すごいシャギシャギなショートカットに戻そうかと思ってたんですけど、せっかくならちょっとショートはショートでも違うショートにしたいなと思って、今までこうやってパッツリボブって感じの丸みのあるショートカットが嫌でそれ避けてきたんですけど、そんな感じにしてみようってなって、だからショートはショートでもちょっと白寄りな、そう、千と千尋の神隠しの白的なね感じのショートにしてみました。すごいの、なんか今までさこうやってやるときにさ、こうやっている時のここのパツッとかなんかふわっ、 ってなんかなる。そうなの。だから自分で髪の毛触ってて楽しい。そう、結ぶのは難しいかなって。ああうーん、ちょっと厳しいかもね。結べるけどちょっと変かもねそうだね、ちょっと、そう、ちょっとしばらくはショート楽しんでいこうと思います。うん、楽しいね、いろんななんか自分のさ好き勝手にできるじゃん、なんかそういいね。いい感じ。髪色はもうこのまんまでした。そうだね、地毛はしばらくこの色だな。どうせ来月金髪だし来月？もう来月だもん。どうせ来月は金髪女になるので地毛は黒髪です。そう、
あれ発表されてから配信ってしてないっけ。ビジュアル発表、かさばみさん。したっけ。したか。してないか。話してないよね、だって。かさばみのこと。そうだよね。そう、かさばみっていうね、来月やる舞台のビジュアルがこの間発表されたんですけど、なんと私はメアリー役でございました。そうなの。こうさ、その昔の話、幕末の話なのかな、まあ、昔のお話だからきっとこう固い、お堅いというかさ、普段絶対使わないようななんか感じの言葉が出てくるかな、頑張んなきゃなと思ってたら、まさかの片言、海外の方の役でした。そうで、それの役で金髪にウィッグなんですけど、そう金髪になります。片言は得意って、いや調べてもね、あんま出てこないんだよね。そう、片言日本語みたいな調べるんだけど、こう真似できるのがなくてめっちゃ難しい。動画とかすごい調べたりさするんだけど、参考になるものがあんまりなくてさ、そうなんだよね。なんか昔一回舞台で片言やったことあるんだけど、あの時とは違う国の多分お方、私もまだ台本とか詳しい情報、多分みんなと、みんなが言ってる情報しか私も知らないからさ、多分メアリーっていう名前だったら多分前とは違う片言になるからそうなんだよね、難しい。なんか参考にあるやつあったらちょっと教えてくださいこのドラマでこの役者さん片言喋ってたよとかあったらぜひ教えてほしいです。うん、本当にわかんない。始まる前から瞑想してるもん、もう不安だよ。西洋の方わかんない。な、おうちも本当にあの何、片髪のを発信してるツイッターのあの情報しか知らないんだよね。なんかメアリーですみたいな、片言で喋るみたいなの書いてる、あれしか知らない。何人とか書いてたっけ。まだ私も資料とかをいただいてないので、まあでも多分アメリカとかそっち系なんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど、うん、まだ台本はもらえないのです。早く美味しいけどね早く美味しいけどね、多分ギリギリになるんじゃないかな、結構入る。うん、もしおすすめがあればインスタの DM とかで送ってください。お願いします。私もアニメとかさ、ドラマとかを全然見ないからさ、いい、ありがとう。
にアニメで思い出したけど、もうちょいで鬼滅が始まるね。柱稽古楽しみ。漫画で割と上位を争うぐらいに好きなところなんだよね。おいしい。そう、柱稽古5月12日からだっけね。そう、昨日もやってたんだよ。昨日のやつはあの再放送とかだけど、始まってるよ。え、始まってるよって何？え、今日もやってる？え、何が？どういうこと？今も？ Now？ あ、そういうこと。あ、びっくりした。再放送みたいなってこと？あ、はい。あ、びっくりした。もう柱稽古が始まってんのかと思った。そういうことか。ね、今は刀鍛冶編って、あ、昨日の続き、もしかして昨日途中で終わってたもんね。ここで終わるんだって思ったんだけど、ね、今日の最後に新作部分を少しだけ放送しそうな予感で、お、ほん、そうなの？よいしょ、流しとこか。じゃあ、泣けるシーンじゃん。もうだって昨日で大体言ってたもんね。こうやってさ、あれは AKB だから、あのテレビの音でバンされてさ、それでもショールーム側がダメなバン、それはどうなんだろうか。どっちなんだろうね。見るタイミング間違えた。危ねえ。もうさ、何回見てももうやばいよね。今じゃなかったな、テレビつけるの。ういや、さあ、バンされるかな、これ音。
さ、鬼滅さ、なんか大西さ、人生でさハマったアニメってさ、ポケモンとケイオンと多分鬼滅の3つなんだけどさ、あめっちゃ音聞こえるね、聞こえるやんな、結構大きくしてんねんけどさ、バンされないってことはいいんじゃない、わかんない、これでバンされたら最悪やけど、あれは AKB だからバンされてたのかな。あ、あたしんちもまあ好きなんだけど、でもハマったり言えばその3つなんだよね。あとデスノートとかも好きだったけど、ね、鬼滅こんなハマると思ってなかったな。もうさ、あの最後とか来たらどうなるんだろう、わかんない。大西は漫画をさもう全部読んで最終回っていうかさ最後知ってるからさあれなんだけどさ、どうなっちゃうんだろうね。もう入っちゃうよ多分。漫画は最終回行ってるやんって。そうね、最終回も行ってる。あ、ママいる？母よ。昨日鬼滅見たってママ。ママ漫画読んでないからさ、まだ話せないんだよねママには。なんでハマったのって。あー鬼滅はなんかでもメンバーがめっちゃ見てて、 AKB の時で、もしそのなんだろう、ドラマとかも見れないし、なんか人におすすめされたものって私見れないの実は。これめっちゃいいよこれ見てって言われたらそれ見れないのね。そうだから今まで割と何も好きじゃなかったんだけど、そう自分でこう、あ好きってなったものしか好きじゃないんだけど、天の尺、これは天の尺なのかな、なんかおすすめされたから見ないとかじゃないんだけど、自分の興味 をまだ持ってないものに強制的に興味を持てないんだよね。なんかわかる？そう、自分のタイミングで自分が好きになった時に見るからっていう、なんかわかる？そうそうなんだよね。だから天の尺って言われたら、うん、それはそれでちょっと難しいんだけど、そうでもだからこう他のさメンバーとがさ、この今やってるドラマがさっていう話がやっぱ多くてさ、女子多いからさ、でもそれに何も大西はそう、あーへーぐらいだったのね。そうでもなんかハマってみたいみたいになって、その時期はそれがちょうど鬼滅で、鬼滅も割と途中まで行ってたんだけど、でも本とかは全然途中ぐらいで、でママとお兄ちゃんにも鬼滅見てみたいなの言われてて、で1話2話3話なんかお兄ちゃんが好きなシーンとかを家で見てへえって思ってたぐらいやったの。その時も見えへんかったけど、でもなんか見てみようって思った時があって見て、でも
アニメ一旦全部見てもその時出てるね、最後まで見てハマんなかったの結局鬼滅。嘘、意外と。でなんかもう一回見てみようで、なんか2周目した時にめっちゃハマってそうやねんな。あれどこまで見てたんだったかな、忘れちゃったけど。あ、懐かしい。最初刃のこと刃って言ってなかったって。あったね、そうだったかも。鬼滅の刃って言ってた。うん、映画も見たって。もちろん全部見てるよ。そう、結局誰推しなのって。西は善逸が好きだよ。善逸が好きだけど、リアルに彼氏にしたいのは品津川さん、お兄様、さねみさんですね。で一番の推しは、あの善逸はもう殿堂入りしてるっていうことにしといて、一番の推しは赤座。幸せにしたいと思う心から赤座大好き。でもムイムイも可愛いね。そうね。赤座もぎちゃんも好きって言ってた。あ、本当？でも赤座さ、嫌いになる人いないんじゃない？わかんないけど、絶対好きになるよ。わかんない、今アニメでやってるとこまでだとさ、まだ悪い人だけどさ、もう赤座漫画を読んだらみんな赤座を好きになると思うし、みんな過去が切ないよねって。だからハマるんだよね鬼滅ってね。ちゃんとさ、鬼は鬼のさ、あれがありすぎるからさ、こいつないよね、ギョッコだっけ名前こいつとか言っちゃった。この方バックボーン、こいつこいつないよね。ね、こいつダメだよ。ムイムイを水みたいな中に閉じ込めたんだから、ダメだよ。こいつないよって、こいつないよね。だからこいつはやだ。こいつはやだね。小さい鬼はある。あのちっちゃいのはなかったよね。なんだっけ忘れたけど。なんかあったよね。こいつだけなんかないイメージある。いい。みんな見て。こいつ悪いやつ。くつたらの悪いやつ。無限列車の M も相当やばいやつだったって。そっか、 M もなかったんだっけ。うん、そっか。じゃあいつも悪いやつ。結構悪いやついた、ただの悪いやつ。ないんだ。
悪いやつ。昨日も鬼滅見てて思ったんだけどさ、意外としっかりグロいよね。いや、なんかグロくなってきてるんだよね、なんか最初らへんなんかグロくなかったんだけど、なんか絵が鮮明でグロくなってきてる。鬼滅のグロいのは大丈夫なんだっけ？うん、割と大丈夫かも。グロいのは苦手なんだけど、でも昨日ちょっとグロいシーンやってうえってなった。なんかさらっとしてるよね、グロさが。わかんない、だからなんか見やすいのかもわかんないけど、最後なんていろいろ飛び散りまくるよって。飛び散り。でもさ、あの最終回みたいなさ、最終回っていうか、あのもううわーみたいな、まあ、ちょっとネタバレしちゃうねあれだからあれだけど、わーみたいなところのさ、やつをさ、色付きの動きありのさ、声ありのさ、なんか全てありきで見た瞬間、自分はどんな感情になるんだろうと思う。せめてなんか結末を知ってるのが救いぐらい、なんか、うん、楽しみ。また映画館で見たいって、ね、満員だろうね、なんか。最終回って何年後になるんだろうって。いや、そうだよね、大西が鬼滅見始めたのって何年前になるんだろう、もうあれ。だってまだ大西多分755とかやってた時代だからさ多分相当前だよね。755のグループあったもん、鬼滅の8のやつで。3年くらいって、そんな最近だっけ、そんな最近まで755やってたっけ。懐かしくない？ 755 あったよね懐かしい。前何だったかな、なんかの企画で昔の写真がいるってなった時、755見て関西のグループみたいなのがあったから、それバーって遡って出した。755できるよね。ね、755。今ね、おだいりとひなこがやってるって。やってる人いるの755。そっか、あれ？っていうか755ってなんだ、なんでやんなくなっちゃったんだっけ、みんな。みんなやめたんだっけ？それとも自然にやんなくなっちゃったんだっけ。あ、リバースでか。あれ、その時ぐらいだっけ。ね、なんか自然に、あ、 AKB の公式が終わりにしますって言ったって。あ、そうなんだ。あ、じゃあみんなその小田とかは辞めてから始めたってこと。755、きなことか。そういうことかね。ウィバースの音質、結局使い方分かんなくて全然やんなかったな、ごめんなさい。ね、みーちゃんも755始めるって。
ね、75、まあ、やりやすいなとは思ったんだけどさ、結局ファンクラブになんか同じような多分機能つくからそれでいいかなと思って。うん、そうなの、アプリ化したら多分そんな感じの機能つくからそれでやろうかしらと。うん、ファンクラブにタイムラインみたいなのあったよね。で、そう、タイムラインあるし、そうなの、アプリ化、そう、早くアプリ化してほしいな。ね、6月からだっけ。そうね、6月中みたいな感じじゃなかったっけ。なんかなるべく急いで頑張りますって言ったけど、あの、言ってくださってたけど、そう、ファンクラブの運営さんが。ね、早く早くなんないかな。ね、早くファンクラブのやつをやりたい。早くファンクラブのやつを何かやりたい。ね、お金払っていただいてるからね、あれ、ファンクラブ。何かファンクラブのやつをやりたいね。ただ今もう自分でもブログ更新がさ、うまくいかなくてさ、もうこの間1個前の投稿からはもうマネージャーさんに文を送って、ほんと機械音痴なんだなって思うわ。投稿すらできない、やんなっちゃう。なかなか難しいの。なんか、なんだろう、マネージャーさんも携帯からじゃなんかできないですよねみたいな、パソコンからやってもらってるんだけど、あれみんなどうやって使いこなしてるんだろうか。そうなんだよ、だからマネージャーさんがパソコンで画像乗っけてってやってくれてるんだけど、うん、アプリの時は誰か教えてくれるのかな。アプリならなんか分かりやすそうじゃない。なんか、まあ、多分一応説明とかは受けるんだろうけど、そうなんだよね、楽しみだね。ファンクラブのスタッフさんに聞いた方が早いんだよ。なんかね、もらったのよ、なんかこれです、これでやってくださいみたいな説明書みたいな、やってるんだけどさ。やってみようってなって投稿するじゃん、えいってマネージャーさんに、私これ今投稿したんですけどできてますかねみたいな、うん、画像は上がってないですねと。何、分かんないで、画像をこうやってピッてやったらできませんみたいな表示出てきて、何って、難しい、やってみてほしい、みんなにちゃんと読まなって何回も読んだよ、って何回もファイル、そのファイルをさ保存してさ、でもなんかできないんだもん。ほんと、なにこれ。そう。うん。もう、あと1ヶ月、大西は。とりあえず今の一旦、マネージャーさんに、真ん中に入ってもらってやってもらう、このシステムを利用してやって、6月から アプリで楽々とやろうと思います。ももちゃんはこの手の系統は得意だと思ってた。本当？機械に強そうってこと？
ありがとう。そうね。ちなみにね、機械についてはね、今のところ何も使いこなせてはないよ。きっともっとさ、便利な機能があるんだろうなって思うんだけど。あ、でも最近あれはやったの。体重計あるんだけど、なんかあれって体脂肪率とか MBI だっけ、なんかいっぱい出るの。3日前ぐらいにいじってみて、こんな機能あるの。あ、 BMI か、 MBI 惜しい。あれ欲しいなって思っちゃった最近。それこそここ1ヶ月ちょいぐらいダイエットしてるんだけどさ、アップルウォッチみたいな、あれあったらさ、なんかわかるんでしょ。BMI 何の心配もないでしょ。 BMI って何なの。ダイエットの必要あるって激やり、ほんとすごいんだよ。俺それこそ今日はちょっとね、お出かけっていうか、あのお仕事の前にお出かけしてて、そこでちょっとハンバーガーお友達と食べちゃったんだけど、そう行こうって約束してたから。でも美味しい、マジで食べる量減ったもん。うん、なのに痩せないの。こんなに今1ヶ月以上さ頑張ってさ毎日やってんのに体重がさ減んないの。 AKB の時さ、だからさマジすごかったよねって。筋肉の重さじゃないのって。そう、それを言われたの。この間仰天と2人でご飯行ったんだけどさ、あの仰天ゆりなちゃんとご飯行ったんだけど、そう、なんか今あの、ね、ジム通っててみたいなって言ったら、やっぱ筋肉重たいからみたいな、あの体脂肪率を減らせばみたいな、いろいろ聞いたんだけどさ、でハマにも相談してどうしたらいいかなみたいな言ったら、なんかハマはハマの体質的にはなんかなんだっけ、筋肉がつきやすいからみたいな、まず体重を落としてから筋トレとかしなさいって昔言われたことあるよみたいな言ってて、なるほどねと思って。そう、私は痩せようと思ってジムまず行ってたから、確かに筋肉はなんか硬くはなってきたんだけど、確かにそっかみたいな、それで体重は減ないのかってなって。そう、だから今一旦ジムをセーブして一旦体重を落とすっていうのに今、まあ、やろうと思って。そうなの、難しいね本当に。ダイエットってこんな難しいの、てかこんな食べてないのにマジで1ヶ月ぐらいこんな、まあ、こんな食べてないってほどは多分あれなんだけど、ちゃんと食べてはいるんだけど、でも前に比べるとこんなに食べてないのに全然減ないって。 AKB の時相当すごい運動してたんだなって思った
完食とかしてない、してないよ。なのにお腹は空く。それな。お腹も空かなくなってきちゃったもん。なんか前までさ、もうお腹空いたみたいななって夜、もしお腹いっぱいにならないと寝れなくてさ、でもお腹空いた。でもイライラしちゃって、一人で勝手に、一人で勝手にさダイエットしてさ、一人で勝手にイライラしてさ、そう。っていうのを今超えてもお腹も空かなくなったんだけどさ、そうそう、まあでもさ、食べないとさ、食べないでさ結局太るじゃん。そう、なんか蓄える方向に行っちゃうからみたいな言うじゃん。なんだよね。でもこう現役時代の体重になかなか戻らなくて、まあ早くちょっとパパッと落として体重、もう落とした状態でちょっと早くジム通いたいね。筋トレとかじゃなくて有酸素運動したら。最近めっちゃ偉いんだよ大西、めっちゃ歩いてる本当に。おおすごい本当偉いぐらいね、歩いてるの大西。そう、もう最寄り駅を、最寄り駅じゃなくして、基本最近っていうかダイエット始めてからは隣の駅が私の最寄り。そうだから隣の駅まで歩いて電車乗ったり帰ったりで、夜ご飯食べた日は、昨日は1時間お散歩行ったりとか、なるべく1日1万歩以上は絶対に歩こうっていうムーブ。そう、こんな頑張ってるんだけどね、おかしいよ。ほんと、もうさ5、6キロぐらい痩せてていいぐらい頑張ってんだけどな、おかしいな、1万歩は1時間半ぐらい。1時間半で1万歩歩けるかな。1時間1時間5000歩ぐらいじゃない、わかんないけど、わかんない。大西は基礎代謝が、基礎代謝が下がってるんじゃないって、それは思ったね、絶対そう。代謝ってどうやって上げたらいいの？1時間7000ぐらい。もし1時間、あーでもまあゆっくり歩いたからな、昨日お散歩。昨日のお散歩はゆっくり歩いて5000歩ぐらいだったから、確かに7000歩ぐらいはいけるのかな。早歩きで行けば1時間。
筋肉をつけるね。じゃあやっぱジム通った方がいい？でもさ、ジム通ったらさ、体重が減ないんだもん。え、これマジでさ、今さ、どうしたらいいんだろう。何するのが正解？体重を気にするのが間違い、いや、まあそれはそうなんだよね。大西も AKB の時はそうだったの。ちなみに体重計乗らない人間だったのね。そう、でも休養中に太っちゃってだいぶね。そうで、これはやばいってなって今必死にやってんだけどさ。そうなんだよね、入んないんだよね、このまんまじゃ衣装が。だから必死なんだけどさ。ただ現役の時が細すぎてさ、お腹が自分のってなると、まず一旦体重落とさないとっていうあれなのね。スタイルとかいう時点あれじゃなくて、もう一旦カリカリになんなきゃいけないんだよね、一旦。これほんと難しいもんで、そうなんだよね。まあ多分今がさ、多分、まあ、自分の中での普通に戻ったってなるのがまあ普通なんだけど、もうそれじゃダメみたいなんだよね。困ったもんだぜこの世界は。ほんと人前に出るっていうのは難儀なもんだぜ。まあ、おいしも芸能をやめたらいっぱい好きなご飯食べるわ。うん、うん、そうするわ。大西の旦那さんはこう、もうあれにしよう、なんならちょっとぽっちゃりしてる子が好きだよみたいな人を探そうか。私は芸能界を引退してもなおこの体重とかは見た目をキープできない気がするわ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お願いします。むーちゃんがぽっちゃりしてるの想像つかないんだけど、ほんとすぐ今すぐにでもぽっちゃりできるよ。ロンシ、今すぐにでもぽっちゃりになれるよ、余裕でっていうのが休養中に判明したので。半年やったら15キロぐらいいけんじゃない、マジで。普通の生活、大西の望む生活をしてれば、マジで。ま、いや多分そのぐらいの多分ポテンシャルはあるよ。うん、マジでマジで。うん、うん、いやマジで余裕で多分もう太るわ、体質。今まであれ、もしかして自分ってそんな太んない体質じゃねって思ってたのがもうおこがましい。マジで全然違かった。うん、
腹すいた。みかん食べていい？喋ってたらお腹すいちゃった。みかん食べていい？ありがとう。みかん、みかん、みかんならね、いいよ。これってみかんなのかな、これって剥いていいみかん。なんかさ、もんじが今日行ったスーパーさ、剥いていいみかんだ。なんかオレンジみたいなやつしかなくてさ、これは、あーでもなんかちょっとしっかりしたみかんかもしれない。うん。晩ご飯は食べたの？これ晩ご飯。あ、さっききゅうりのぬか漬けは一本食べたよ。ぬか漬けのきゅうりはね、毎日食べるってもう決めたんだ。この意識高い系の今は。ぬか漬けって毎日食べると綺麗になるんだって。いただきます。うん、甘っ。うんうん、タニャル。何やろね。うん、栄養バランス考えた方がいいよ。確かにいつもはやってるんだけど、ちょっと今日はクソだね。クソって言っちゃった。今日はダメだね。今日お昼にハンバーガー食べちゃったからさ。確かに。まあでも今日は一回許して。うん、ごめんね。今日はみかんだけ。うん。ま、うまっ。最近牛乳もめっちゃ飲むようになった。うん、なんかダイエットし始めてからさ、牛乳がすごい甘く感じるようになるの。今だから俺すっごい甘いんだけど、そう、牛乳飲むなら豆乳が好きって感じの人間なんだけど、そう、ダイエット始めてから牛乳がすごい美味しく感じる。うん、うまい。甘っ、激甘。うん、普通のスーパーのやつ。じゃあ森永牛乳が好き。ちっちゃいパックの、あれ昨日3つ飲んだ。うん、カロリー摂取量記録するアプリの活用で5キロ体重落ちたってめっちゃすごいやん。うんちもやってる、カロミルってやつ。そう、アプリがあるの。何食べたとか記録するアプリ、あと体重とか体脂肪率とか、うん、記録しておくアプリなんだけど、
まあ、自炊したらカロリー分からなくないって。自炊ね、最近自炊するものがないからな。もやしぐらい。もやしお鍋ぐらいかも。うん。なんだね、それ以外はサラダ、サラダはもうコンビニとかで買っちゃうからさ、一人分作るのあれだし、あと果物でしょ。とりあえず米炊いとけばなんとかなるけど、もう家でお米なんて全然食べてない。重くない？おかずよりお米が好きな人間だよ私。マジで最近頑張ってるわ。で頑張ってる割に成果出ないのに。うん、まあ、うん、まあ、ストレスにならないって。ありがとうな。今も体重減ない方がストレスだからさ。でもなるべく大丈夫。うん、今そんなダイエットに対してストレスあるかって言われたらそんなない。うん、ジムのトレーナーさんと相談して炭水化物抜いてみて。うん、でもまあお米は食べていいとは言われた。うどんラーメンとか食べるよりかはとは言われた。うん、ごちそうさまでした。うん、お米はね、食べた方が本当はね、ミネラルとかもあるし。うん、美味しかった。もうすぐ9時だよって。本当だね。洗濯物取り入れて、お風呂入って寝よう。うん、早い。最近寝るの早いんだよね、おにし。うん、朝起きるの早い。でも一回8時ぐらいに起きてゲームして。うん、勝手に目覚めるんだよね。そうなの。午前中とかお昼は、そう、食べる日は今日みたいに食べてるから。舞台ご招待だったの。
あ、さやりんが招待してくれた。上野の飛行船シアターってとこすごかったよ。プラネタリウムみたいな。知ってる人多かったね。そうだね、共演した方いっぱい出てた。面白かった。ライブみたいな感じでみんなペンライト持ってた。でみんな歌って踊ってた。すげえ。ペテリンと話したい。話してない話してない。サヤリンしか会ってないもんし。てか多分サヤリンしか知らなかったと思う、行ったの。うん、そう、こないだサヤリンと二人でご飯行って、その時に今やってる舞台のお話聞いて行くわって言って行ったので。うん、ルンちゃんとも会ってないんだって。会ってない会ってない。もうサヤリンだけ。うん、サヤリンにささっと挨拶して、そう、あの差し入れしてパパッと帰ってきました。面白かったです。久しぶりに感激行ったかな。でも休養中感激行ったんだよね。この話したっけ。だからめっちゃ久しぶりって感じではなかったんだけど、そうか、あ、言ってないか。そう、休養中ウミネコの鳴く頃にっていう作品があるんだけど、その舞台行ってきて、そう、あの次の舞台、6月の舞台の演出の美人さんって方がいらっしゃるんだけど、その方が主演でやってて、そう、見に行ってきました。ご招待いただいて、そう、時間あったらおいでって、行ってきたぐらいかな。なんか見に行ったかな、うん、そんな感じ。あ、ほんでさ、全然急にさ、全然話変わるんだけどいい？なんでこれ金なの？あ、ゴールデンウィークだから。今自己解決したよ。そういうことじゃない？そういうことじゃん、絶対。早い解決。ごめんね、答える間もなく自分で自己解決しちゃった。ゴールデンウィークっていつまでなの？明日？え、急に終わるやん。あ、そうなの？明日なんだ。悲しいって、あらー、どんまーい。どんまーい、かわいそうに。頑張りたまえ、かわいそうに。デミークないってそういう人もいるよね。毎日が夏休みならいいのにって。無駄に。あ、レミタン選抜入りだよって。今日で最後、あの AKB の選抜。そう、この間さ、劇場、あの荷物大西ちょっと取りに行ったから、あのあれ見に行った日、なんだっけ、あの飛行船シアター、
舞台観劇行った日あったんだけど、そうおめでとうって言えた、よかった。そう、知ってたんだね。実は大西も全部知ってる、ごめんねマウント取っちゃってすいませんね。楽しみだね、次どんな曲になるんだろうねすいません、もう一応部外者ではあるんですけど、ちょっとそうですね、まあ一応 OG の特権じゃ特権というか、曲も知ってるので、いやさすがに曲は知らないんだけど、メンバーだけね。どんな曲だろうね。もーちゃん選ばれるかなって。選抜選抜ぜひ応援してください。あ、センター、確かにセンター確かにセンター、ワンチャンワンチャンありますか私その選抜総選挙すればいいのに、今選抜総選挙したらどうなるんだろうね。やってほしいけどね、いや運賃もやりたかったけどね、なんなら、まあ、これはよく言ってたことだと思うんですけど、まあ、たくさんのねお金が動いてしまうっていうイベントだけど、ただね目標だったからね、私は総選挙すごい大好きだったんだけど、ね、だから卒業するまでにやりたいなとか思ってたけど、今やったらもう逆にどうなるんだろうね、なんかうん、まあでも選抜総選挙やって報われる人とかも絶対いるからさ、そうだね、タイミングがね何かあればいいんだけどね。人数減ったしなって、そうね、人数も減ったしね、新しい、まあでも新しいって言ってももうね17期生とかももう2年ぐらいいるんだもんね。まあでも今って AKB 何人いるの、48なの、え、ぴったりじゃん。今じゃん AKB48 すごい可愛い、ちっちゃいの逃げてるって、ちっちゃいの逃げてるな今ちっちゃいの逃げてるな、鬼滅な、こいつこいつもいろいろ悲しいや、悲しいやつなんやな、人間ちゅうものは弱いもんな。
可愛い状に入れてるね。ほら、また逃げたよ。あれ、逃げてるよ。こいつも強いよね。分裂したのを倒してもダメなやつ。そう、あ、そうだね。楽しみだね。今日4人また発表されたってこと？今日は誰が発表されたの？あ、今日2人なんだ。へえ。レミタンと誰？あ、そうだよね。それちゃんもすごいよね。浅井真由ちゃん聞いた時びっくりした。お、明日のお昼センター発表。おお、明日センターだって。楽しみだね。楽しみだね。楽しみだね。マウント楽しみだよね。楽しみにしててね。誰教えてよって、大西が今ここでさ言ったらさ、もういろんな方面から多分もうボコボコにされるよ。ボコボコにされてもいいの大西が。でも私この世去っちゃうよ。大丈夫そう、それマジで危ない危ない。もうマウントとかするのももうやめるわ。怖いよ、やめとくわ。もう知らないです、何も知らない。うん、もう何も知らないです私も。はい、多分もう怖っ。9時半だったら終わるわ。急に長い。9時20分にしようかな。誕生日やし。9時20分にします。眠くなってきた。発表の仕方が珍しいですね。ね、それは思った。情熱大陸だけをってネギキリさんのやつ、あれ見たい。大西も見ようか。寝てそうだ。11時とかだっけ。録画しようかな。ね、そうだよね、11時だよね。
近何時頃に寝てるんだ。何時なんだろう。もうお風呂上がってなんか全部が終わったらもうベッドにボーンってなって携帯いじって気が済んだら寝てって感じだから、まあちょっと時間も気にしてないんだけど。でも例えばさ、お仕事が朝からあるってなってさ、早起きするじゃん。なんか大丈夫になったそう、今までは本当に辛くて辛くて仕方がなかったの。もう睡眠、もう睡眠がいいっていう、もう何より何より一番大事なのは睡眠だったの今まで。もしだからこうこの休養中1ヶ月半ぐらい、まあ、めっちゃゆっくりして、休養明けてからもさ、4月はそんなにお仕事入れないようにしたから、そうだから割とこう自分のねゆっくりした時間を過ごしてるんだけど、もうだから大丈夫になった。なんかうん、休みの日とかでも早起きしたりとかするようになった。うん、今までだったらありえなかった。うんうん、え、本当にいい。マジ大事。あ、かわいい善逸。うわ、美味しそうなもん食べてる。お腹空いちゃうじゃん。最近さ、スーパーとか行ってもさ、もうさ食べ物見たらさ、もうお腹空いちゃうからさ、目つぶってるの。レジ並んでる時とか私は何も食べ物を見ないそう、誘惑がありすぎて感じ。終わったもんだよ、世の中には誘惑がありすぎるよ。お寿司行ったのはどうだったって。あれは美味しかったよ。そう、あの日はスタッフさんとそうご飯行った時あるんだけど、そうお友達、まあ今日もそうなんだけど、そうお友達とか行ったりとかスタッフさんとか行ったら、お家もご飯とか食べたりするんだけど、あのお寿司はすごかった。永遠に出てきたよお寿司。どうしようかと思ったよいしょ、何食べたの覚えてない。なんかたくさん知らない魚が出てきた。ね、怖い。ちっちゃいの大きくなってるよ。やめてよ。なんでこいつ、かな。
もここなんだ。いけ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 炭治郎、おっせ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 ねずか。うわ、両腕ねえ。大丈夫そう？生えてこないのかな。もうこのまま朝になっちゃう。あ、あの言わない方がいい。痛そう。刀が首に刺さってるよ今。走ってるよ、走ってる。えらい、ジョギング。ね、お店も一緒に走らなきゃ。でもお店はね、走るよりウォーキングの方が合ってるって。野戦の これもダイエットになる？これもダイエットになるかな。やばい、20分になった。終わろう。動かないよりかはいいね、確かに。疲れた。あ、疲れた。もう余波した、余波した。みるみる痩せてるって本当？痩せた？どう？ありがとう。あんまりってなんでやねん。アイシングしないとそれもなんでやねん。おもろいな。頑張った、ありがとう。じゃあ痩せたということで痩せたということで、ランキングの方を読んでいきたいと思います。じゃあ1位の方からいきますよ。めっちゃ眠くなってきた。いきまーす、いきまーす。1位、あっくん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がよっちゃんとゆももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がタック3873、ありがとうございます。イエイ。そして4位がゆうまさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がカホアットマークコネコちゃんさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がチョウちゃんアットマーク香港メガネモムちゃん大好き会いたいさん、ありがとうございます。イエイ。そして、7位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして、8位が MM ルールズアットマークギフネルと人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして、9位がコバ、さん、ありがとうございます。イエイ。
そして、10位がカキアットマーク、オニシゴアットマーク、303から303アットマーク、片ばみ先行あさってまでさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がまゆうかちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がキョイさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。そしてタワーかな、ありがとう。1位の方、あ、6位の方、え、うんんと、あれ、タワーって高かったはずなんだけどな。おかしいな。みんな？みんな？みんなならもう予想してるんでしょ？代わりに牛丼食べなって言われるの分かってるでしょみんな。でもありがとうね。じゃあ6位の方読んでいくよ。ありがとうね。じゃあ、6位のちょうちゃんアットマーク、香港メガネももちゃん大好き、会いたいさん。メガネ？メガネ好きなの？やっぱりしょういち。はい。ちょうちゃん、ちょうちゃん、ちょうちゃん、たわありがとうございます。ありがとう。ありがとう、皆様も本当にありがとうございました。反射しちゃってあれだけど、ありがとうね本当に。ということで、ではでは本日はこの辺で終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。え、違う違う、ねえ怖い、違うよ。お、え、もう AKB まで言ってたで、もしやめてよ恐ろしい恐ろしい、怖い怖い、ほら怖ー、もうAKB って言ってた。しかも全然気づいてなかったよ今完全にフル尺でやろうとしてたよね。うわ、これほら油断したらダメなんだよね。あら、やっぱりセンターかって、あ、やば。もうバイバイ。いや、せめてさ、キャッチフレーズまではよしとして、 AKB はもうダメでしょ。いや、もう卒業してんだからびっくりしちゃった。バイバイ、おやすみね。ありがとうね、長々見ていただいて。じゃあね、バイバイ、おやすみなさい。